殺害現場で赤いワンピースを着た女を見かけたそうです。もうやだ。赤いワンピース持ってる人なんていっぱいいるでしょ。私は持ってないけど。私も持ってない。悪人には映えるものね。血みたいな真っ赤な色が。茜ちゃんが犯人なわけありません。私をかわいそうな人間みたいな扱い方しないで。恭平君、そこまで予想して。3億円はこの費用のために。慎吾と吉川がいないんです。え？遅い。どういうつもりなんですか。あと5分で意識を失うわよ。でもこんなやり方間違ってます。恭平が許したとしても母親の私が許さない。その子たちを離して。慎吾、慎吾、この人以上に強い意志を見せなさいよ。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。嘘つき。私、旦那をシェアしてた。8月29日木曜夜11時59分。